約300年前に文明リセットにより人類の歴史が失われているとしたら、日本の歴史も全て改変されていることになります。そうなると江戸時代も存在せず、それ以前の歴史も存在しないことになる。日本歴史改変の真相を解く鍵は古事記にあるのではないかと思います。公式の歴史では古事記成立は和道5年正月28日、ユリウス暦712年3月9日となっています。奈良時代となります。以前、西暦の謎で考察したように、歴史に1000年追加されているとしたら、だとしたら、712年という数字は何なのか。今年は2024年、そこから1000年を引くと1024年、1024年引く712年は312年。今から312年前に創作されたのが古事記としての物語。日本人を支配と統治しやすいのが荒人神を祀る創作物語。公式の歴史を紐解くと、奈良時代から権力闘争と争いの繰り返しです。以後、毎回権力闘争と内乱の繰り返し。約1000年間もの時間、文明が進歩していない設定。歴史を改変、捏造は可能だと思います。人類、日本人の記憶も移し替えられた。皆さんよくご存知のガンダム、この物語だけでも「ファーストガンダム」から「ターン A ガンダム」まで数千年の歴史がある。ファイブスター物語、一人の作家から数千年の歴史が紡ぎ出される。人間一人であっても数千年の歴史物語は作れます。漫画「超人ロック」の世界も1000年以上の歴史物語が描かれている。日本の歴史も組織的に取り組めば、たやすく改変捏造できるはずです。古墳時代の埴輪も非常に違和感があります。子供の粘土遊びのように思えます。同じ時代にイタリアのポンペイでは芸術的なフレスコ画のヴィーナスが描かれていた。1952年の夏、ヴィーナスのフレスコ画が発見された。紀元79年、ポンペイのベスビオ火山の噴火により埋もれていたものである。埴輪の存在そのものが真実の歴史を隠す煙幕に使われているように思います。組織的に埴輪工房で作られたものが、全国の古墳に運ばれた。また古文書工房も作られ、全国のお寺、神社、蔵に置かれていった。明治時代の日本銀行周辺を描いた絵画のように、明治時代以前は日本中タルタリア建造物であふれていた。木造建築だらけだったものが、数十年で洋風レンガ建築が並び立つ思考回路に簡単に切り替えられるはずがない。しかし、人間の記憶はなぜ失われたのかという問題があります。わずかに生き残った人々は大災害のショックで記憶をなくした。これは十分あり得ることです。
極度の心的障害を負った影響による記憶喪失。そして1800年代から1900年代初頭までの孤児列車とベビーインキュベーター計画。世界中に広がった記憶を持たない子どもたち。以前にも紹介したベビーインキュベーター計画、アメリカの博覧会で展示されていた赤ちゃんたち。どこからともなく湧いてくる赤ん坊たち。ベビーインキュベーター、ビフォーアフター。アメリカだけではなかったようです。エーベンドレ、フランス語で売り出し中。今から200年前から100年前まで世界中で赤ん坊が売られていたのかもしれません。そして人類は全文明の記憶を忘れ、捏造された歴史を押し付けられ、洗脳された。ご視聴ありがとうございました。